この度写真展の方させていただきます中条望と申します。本作品はバングラデシュ国内におけるロヒンギャ難民キャンプを2017年末から2020年初頭まで、何度も通って撮影を行ったものになります。私が取材を行っていたキャンプは1992年から存在し、そこから一時的な生活が今日に至るまで続いています。そんな中、暮らしている彼らが何を見つめ思い、どういった形で暮らしているのか、そういった姿を、捉えた写真となっております。ぜひよろしくお願いいたします。